皆さんこんにちは。学校とはね、本当に困ったもので、平日は一日の半分の時間を奪っていくわけです。そこで学んだことは僕の圧迫したストレージ脳みそに日々蓄積されていくわけですが、今回はそんな知識を詰め込んだ脳みそをリセットするべく電車に乗ります。ちょうどやってきたのは JR 西日本221系、到着するのは JR は西明石駅。この動画の撮影前日に友達が興味深いニュースを送ってくれたので、それについて見るべく神戸へ向かいます。学校が神戸の方にあれば楽なんですが、田舎者なので新快速の恩恵に預かることとします。時刻はちょうど3時40分頃です。ちょうど今学校が終わって午後西明石までやってきたわけですが、これからあるところへ行きます。今回の動画のタイトルはベルーガを見に行こうという感じでございます。ちょうどやってきたのが新快速電車、こちらは西明石駅に停車しますが、かなりのスピードで入線してきていますよね。というわけでこれから乗車していくのは、これは姫路方面ですが、これの逆方向、神戸、大阪、京都方面の新快速電車に今から乗っていこうと思います。次の電車は新快速1番から12番12両編成でやってくるようです。15時46分発米原方面敦賀駅。そしてそのニュースとは、神戸空港に珍しい飛行機が来るというものでした。学校がなければ朝から行ってたんですが、学業はおろそかにできないということで、学校から音速で直行することとします。そんな神戸空港への着陸しようとしている旅客機、フジドリームエアラインズと呼ばれる航空会社かな、確実に新快速の方が遅いですよね。つまり今回は激レア飛行機がいるので、それを見に行こうという動画でございます。その激レア飛行機とはベルーガ ST。 それについて今回はかなり噛み砕いて説明していこうかなと思っておりますので、航空機をあまり知らない方にも見ていただけると嬉しいなと思います。多少説明がおかしかったりする部分もあるので、もしかしたら詳しい方いれば気軽にコメント欄などで訂正していただければなと思います。本日もボートライナーをご利用くださいましてありがとうございます。この電車は医療センター市民病院前神戸空港行きです。次は貿易センターです。子ども病院北埠頭方面へは市民広場でお乗り換えください。ベルーガの日本への飛来は3度目です。ベルーガ ST とはエアバス社の貨物輸送機です。正式にはエアバス A300-600ST ベルーガ ST というらしいですが、そんなベルーガがフランスのマルセイユから数日かけて神戸空港へ飛来しました。目的は海上保安庁向けの大型総発ヘリ H225 スーパーピューマ2機を神戸空港へ運搬すること。過去にも輸送機による運搬を行われていましたが、ベルーガ ST が神戸空港に飛来するのは2度目、今回で3度目ということになるそうです。初めて日本へ飛来したのは1999年のことで、実はこの機体は20年以上使用されております。2度目と今回の3度目は神戸空港に飛来、前回は2021年12月24日のことで、前回も今回と同じくヘリの輸送に使われました。というわけで今回はそんな日本で見ることは激レアな航空機を見に行きたいなというふうに思っております。飛行機を語る上で大事なボーイング社とエアバス社です。今は航空宇宙産業が盛んですが、航空機メーカーの2トップとしてボーイング社とエアバス社が挙げられます。同じく航空機メーカーのボーイング社はアメリカの企業で、本社はバージニア州にあります。つい最近まではシカゴにあったんですが、最近シカゴから本社を移転したようで、その今あるバージニア州には主に宇宙産業などの部門を扱っているそうです。実際に航空機が生み出されていくのはアメリカのシアトル、そしてシカゴの近くにあります。エアバス社はフランスのトゥールーズに本社を置きまして、ヨーロッパ域内のフランスとドイツ、スペイン、イギリスの合併企業となりまして、各国で部品を作ってフランスまたはドイツで組み立てるというような国際分業がなされております。
そんな国際文教で活躍するのが今回の主役ベルーガです。航空機には巨大な部品がいくつもあり、それを多国間で共同で製造するのは大変です。大きなボディ、航空機の翼など高速道路でトレーラー輸送というわけにはいきません。エアバス社の組み立て工場はフランスのトゥールーズとドイツのハンブルクにあり、そこへたくさんの部品がヨーロッパ各国から運ばれてきます。そうして大きな部品をこの工場へ輸送する際に活躍するのが今回の動画の主役である貨物輸送機ベルーガです。ベルーガはヨーロッパ内を飛び回り、よく地理の教科書なんかでも写真として掲載される人気上々な航空機です。そんな普段はヨーロッパ内を飛び回っているベルーガが今回神戸空港で見れる激レア状態というのを見るべく神戸空港を目指します。また国際分業化しているエアバス社とは違い、先ほど言ったボーイング社はアメリカ自国で全て作っています。ただボーイングの中でもボーイング787と呼ばれる機体の部品は一部日本で作られているため、ボーイング社の輸送機であるドリームリフターと呼ばれる貨物輸送機は愛知県の中部国際空港、通称セントレアとアメリカをよく行き来しております。こちらはボーイング787の部品運搬専用なので、エアバスのベルガのようなたくさんのいろいろな機体の汎用性はなく、今回のようなチャーターというのも行われていないです。ついに本物を目にします。神戸空港方面へ行くにはポートライナーを利用します。三宮からポートライナーに乗りまして、ポートアイランド周辺を走っている時、神戸空港の方を見てみると、おやおやおや、すごい大きな機体を見ることができました。口を大きく開けた貨物輸送機ベルーガの登場でございます。機体を胸に神戸大橋の方を渡りまして、神戸空港へ到着。神戸空港に到着し、急いでデッキへ行くと、教科書でしか見たことない飛行機がすぐ目の前にいました。東洋に見えますが、駐機場は神戸空港のターミナルすぐ近くにありますので、とっても大きく見えますよね。もうじき離陸するという話があるので、今からベルーガについてちょっと深掘りしていこうかなと思います。本来なら着陸の際、そしてヘリコプターが搬出される際も見てみたかったんですが、残念ながら学校があったので見れませんでした。貨物機ならではの特殊な構造。旅客機では通常高高度飛行中には油圧というものがなされます。高度が上がると気圧が低下するため、高山病と同じような状態になり、人間が生存することは困難になります。しかしこのベルーガは大きな貨物室にはお客さんは乗せません。そのため貨物室内は生命維持のための油圧システムがないことになります。もちろんコックピット、操縦席の方には人間が操縦するわけですから、そこの油圧はされております。このように普通の旅客機とは少し違う特殊な構造をしているのも、このベルーガのような貨物機の魅力です。ベルーガの名前の由来。ベルーガは非常に独特な見た目をしています。コックピットの後ろに大きな貨物室があり、大きなコブのようにも見えます。機体の白と相まって白イルカに似ていることから、ロシア語で白いという意味のベルーガ、白イルカが名付けられております。神戸空港のデッキにいたお子さんたちはですね、ベルーガ白イルカというよりはコブダイコブダイというふうに呼んでいた子もいましたよ。新旧のベルーガ、ベルーガ ST とベルーガ XL。 今回飛来したベルーガには2という数字が書かれております。このベルーガは1994年から運用を開始しておりまして、現在で約20年以上飛び続けています。そんなベルーガは5機在籍しておりまして、そのうちの2号機が日本にやってきました。この5機のうちの1号機はすでに運用離脱しているそうです。しかし老朽化問題ということで、新しいベルーガの開発が始まります。その新しいベルーガというものがベルーガ XL です。今神戸空港にいるこのベルーガ ST というのとは違い、ベルーガ XL という新型、中長距離国際線などで使われるエアバス A330 をベースにして、 A330-700 ベルーガ XL という名前になっております。2020年から運用が開始され、ベルーガ ST はこれから置き換えが行われていくことになります。なので神戸空港でベルーガ ST を見れるのも、もうあと少しなのかもしれません。なぜベルーガが日本にやってきたのか。ベルーガはヨーロッパ域内を飛び交っているため、あまり長距離のフライトは想定していません。貨物を積載しているときは、航続距離は2500キロほどしかありません。
実際にヘリをチャーターする際にベルーガーではなくアントノフ124と呼ばれる貨物機が使われることが慣例でした。アントノフ124は最大積載時でも4500キロの航続距離を持っています。しかし前回の12月と今回ベルーガーが神戸空港をやってきた理由はこのアントノフ124が関係しています。実はアントノフ124と呼ばれる貨物輸送機の運航会社はロシアとウクライナにしかないというのが原因です。さらに2022年2月から始まったロシアのウクライナ侵攻によってロシア上空を飛べないため南回りルートと呼ばれるルートでこのベルーガは日本へやってきました。よって新型のベルーガが運用開始し運用に余裕があったベルーガ ST というのとウクライナ侵攻の影響で今回の飛来になったというわけでございます。南回りルートでやってきたベルーガ、航続距離が短いことを先ほど言いましたが、神戸空港に到着したのは2023年の5月10日の午前のことで、ベルーガはフランスのマルセイユをヘリコプター2機を積んで、現地時間2023年5月6日に出発し、エジプトのカイロ、UAE アラブ首長国連邦のドバイ、インドのムンバイ、同じくインドのコルカタ、ベトナムのダナン、台湾の台北、桃園空港を経由して、日本の関西国際空港、そして神戸空港へとやってきました。航続距離が短いがゆえに様々な空港に立ち寄ってきたようです。神戸空港には国際線が就航しておらず税関がないため、一度関西国際空港で手続きをし短距離フライトをして神戸空港へやってきました。今後神戸空港は国際線化するという方向らしいので、今後の神戸空港にも期待でございます。貨物室が閉じていよいよ離陸。残念ながら学校があったのでヘリの搬出の様子は見れませんでしたが、学校から直行し離陸前に到着できたので離陸を見送って帰りたいと思います。ベルーガの貨物室の蓋が少しずつ閉じていくのが見えると思います。その間貨物室内からは手を振っているのも見ることができました。あれはヨーロッパの方々なんでしょうか、ベルーガのクルーだと思われます。せっかくなので神戸観光をしてもらいたいところですが、さすがに行ってしまいます。今日は日帰りの旅行ということですね。ベルーガ ST の貨物室はヘリを2機収納できる巨大サイズですが、新型のベルーガ XL については貨物室内がさらに大きくなり、エアバス社の部品輸送に一役買っているそうです。そんなベルーガが離陸するのかと思いきや、延々と燃料を投入し続けております。旅客機に比べればかなり燃費は悪いはずです。飛行機はケロシンと呼ばれる油を燃料にしますが、神戸空港にある燃料補給トラック数台分をベルーガに積んでいるようなので、その辺のボーイング737とは比べ物にならない量の相当な量だと思われます。ありがとうベルーガ。さてエンジンが始動してついに離陸でございます。トーイングカーでのプッシュバックではなくエンジンでタキシングしていくのも面白いですよね。ベルーガでは尾翼部分の前にコブがありまして、気流が尾翼に当たりにくいことから十字尾翼の先にも垂直な板がついていることもこのベルーガの特徴で、すごく面白いですよね。多くの航空ファンに見守られながらスカイマークのピカチュウジェットともお別れ、さらにその後滑走路に入りベルーガも離陸していきます。神戸空港は長さ 2500m の滑走路があり、ベルーガは最短 1800m あれば離陸できるそうです。ですので神戸空港が国内線のみというのはちょっともったいないですよね。ちなみに今稼働している世界で最も大きな飛行機であるエアバス A380 と呼ばれるワイドボディの旅客機も神戸空港への離着陸は滑走路の設備上可能らしいです。他にボーディングブリッジやタキシング時の滝との距離の確保が必要になりますが、というわけでちょうど夕日に照らされながらベルーガは離陸、そしてヨーロッパの方へと戻っていきます。ようこそ日本へ、そしてありがとうベルーガ ST、 またお会いできる日を楽しみにしています。神戸空港ではベルーガの離陸後、綺麗な夕焼けを見ることができました。今回もご視聴いただきありがとうございました。航空機についてはあまり知識がないので間違った解説をしていると思います。もしかしたらそういうところを見つけたら詳しい方コメント欄などで訂正いただけると嬉しいです。ではさようなら、また他の動画でお会いしましょう。